のポスターとかが出来上がりにつれてこう俺が何かこう脅迫観念を知ってる感じが監督がまあまあ集まったっていう話ですよね。よくもまあこんな企画にやるって言ったなって感じはするんですけど、この人はすごそうですね。採用でこの人ちょっと頭おかしいんで LA からしかも可愛い。待ってください、この数合わせで誰かオファーしたでしょ、これ。もうあ、でもこれやばいっすね、あの制作実績を見ていただいて、映像は特になしタイの友人のスタンプとかの映像とかもやってる。1,2,3,4,5,6,7,8,9 一人足んねえのか。あ、スピルバーグだ。スピルバーグ、あとスピルバーグだけ。どんなつもりなのかな。券売られてますからね、もう300席です。やっぱロックンローラーメリカって書いてます。そうです、書いてあります。それもうすります、印刷します。この曲はなくすみたいなことできないですもんね。うん、もうそうですね、映画館も最近全然。でもスピルバーグマジ落とされてないですけど、どうなってるんですかね、マジ。困るもん、俺やってくんなきゃ借りちゃったんで、映画館借りちゃったもんな。もう借り終わっちゃったもん。工房もじゃあ走って、あとは憂いなしということで皆さん映像、じゃあこの子たちは映像も作ってもらう。はい、はい、で決まりで、はい、この9人は決まりで進めてもらって、ちょっとスピルバーグだけ、はい、ちょっと本当皆さん、運営のスタッフの皆さん早急に詰めてください。はい斉藤良次映画祭